ますね。野木直子と申しまして、実はちょっと気になることがありましてね、本郷早稲田の3丁目、4丁目、5丁目と、田畑さんという方の特徴は、出資して6畳付きのでっかいのがあるんですけど、そちらの弁護人、原田栄氏の何らかの関係者で、そして、そちら側が、調べなくてはいけないと私は思うんですけど、私の後遺障害金を、認知症だとぶち上げて、原田康氏とお金を取得したのは、この田畑明という人間、もともと田畑和夫という人間が労働局におりましたので、その行政側と組んで、資金マネーロンダリングならぬ、豪邸マネーロンダリングをしていたという実態があります。当初は無料保険ですので、回収していただかないといけません。田畑明と組んでしまうと、マイナスになります、回収できませんから。それから、川崎希は34歳、私と関係ありませんし、なぜ坂本家が、坂本のぞみ、坂本勇、坂本、和也という、途中で勇が和也の名前を変えている、この夫婦がお金を取得できたのか、それは、川本和也が、ワゴンアームをそこの、小玉自動車工業で購入したからというのを原田氏は知ってますよ。知っててなぜそのまま放置して川崎の波に金が流れていたか、これは何らかの、そちら側の、調べる要素がものすごくあり、そしてそこはお金が無関係な怪我をしてない川崎の波がお金を持っていってるという証拠ですので、ですから強制執行はそちらの本物の弁護士さん、原田じゃありませんよ。身元の方は困りますので、それから、外注は法律事務所ではなくて、社で回収しませんと、1580億ですので、同じ MS&AD で、タッグを組んで回収をかけるというならば、川崎の組がいつまでも勝ってたら、あなた方のマイナスです。私は刑事裁判で告訴しますから、川崎の組こと川崎の組の両者も。なぜそこにお金が流れていったのかっていうのは原田は一番よく分かってますから、怨念つけたんですね、この方ね。怨念にだらしのない人間は結局は仕事にも響くと思いますし、私は意味はしておりません。もちろん原田も私と一緒に組んでやろうなんて思ってませんから、最初から野木さんが認知症だみたいなことを第一審からやってますから、違うに決まってるじゃないですか、何をおっしゃってるんですかと。内部率ケースをかければ私はあなたと同じ数字が出てるはずですけどということを申し上げております。最初からそういうふうな川本和也の、こと、坂本、和也の名簿でお金を回収しようなんて思ってた人間たちは、小暮和也も含め、小暮遥も含め、小暮という女と結婚したみたいですけどね、坂本は。どうやら私は関係ないですが、それは強制執行の対象ですので、持ってる不動産は回収してくださいね。1000万しか借金等しておりませんから、あそこの物件、坪、30万で建て坪100万円単位の注文住宅の物件で建ってますから、100坪以上の場所でね。イラストレーターがそんな豪勢なものをどうやって買えるのかっていったら簡単な話ですよね。坂本和也こと小暮和也がその女と婚姻して、その女に豪邸をプレゼントしたと。そしてその女を渡したとしてお金を受け取っていたっていう損保ジャパン代理店の詐欺ですから、そちら側が関わっちゃいけないんです。早く原田康を切り離して、別の自分の社の弁護人で私と一緒にアカウントを取っていただいて、回収するという立場に早くシフトしていただかないと、被害がどんどん、岩崎っていうハゲの、スーパーアガリの店長が、ペットショップを経営するような事態になってますから、私、ハゲも、それから老人も嫌いですから、なんで勘違いしてそういう人間たちが、損保ジャパンにたくさん降りているのかわかりませんけど、あとレブとかね、渡辺直美を、我が友よっていうのは、あれは、私は痩せてるタイプではありませんから、Gカップで胸も大きいですから、痩せてるタイプじゃないんで、そういう揶揄で言っただけであって、渡辺直美みたいなまん丸の朝鮮側の丸い顔が嫌いですから、私はね。
まあ、ですから何も関係ないんで、しかもファンでも何でもありませんから、吉本興業なんか特に大嫌いなんでね、全く関係ないです。私の、サポートだと称して、バカみたいに損保ジャパンが上の人間の顔色を伺いながら、そんなことにお金をどんどん投入されてることを、そちら側は阻止していただかないと。本人もぎなこは、そちら側とその三井住友側とね、請求するんですから、私に払って、そういう立場をはっきりしていただいて、本人に払って、そして、川崎希から全面監修した方が本当に大きなお金が動きます。それに、はっきり申し上げて悪いんですが、原田康氏は何も報告してません。認知症扱いですよ。YouTube のやりとりを聞けば分かるでしょ。入院してるような状況じゃないでしょ。軽症してますよと。終わっちゃいませんけどっていうふうに言ってますけど。だから早く切り離してください。入院してません。供託金詐欺は原田康氏の犯罪ですから。小出剛氏も早く切り離してください。関係ありませんから。回収する額はでかいです。私一人でやろうなんて思ってもおりません。そちらが損保ジャパンと、組むということは早く切り離していただいて、それから、IME 制度損保の三井住友信託銀行が、本当に大きな穴が開き続けてしまうという実態になりますよ。川崎のぞみは偽物ですから、結局は。国が、そんなの、漫然とそうだねなんて言うわけないですから、金額がでかいんでね、転がした金額が。ですから、それもそちら側が、弁護人がちゃんと立って、なしつけて、交渉を IME 制度損保と、それは違うだろうということを、ちゃんと、同じ MA さんと AD は一緒なんですから、グループ企業なんで、そちらがちゃんとした社の弁護人で争った方がよっぽどいいです。外注の、小出剛法律事務所にあったために、どっち転んだ方が美味しいかな、女も金ももらえると思って、何も法律的なことを一個も勉強もしてない人間が、私の訴訟をそもそも自分が調べたみたいにやって、債権を回収しているという非常に有識問題ですよ。私は認知症のままの、何も収録できないような表情ね、そんなような扱いを受けてますよ。これ人権侵害ですから、原田には実刑を求めますけど、それから田辺明、それから坂本勇こと小暮和也、それからその夫婦の、その単なる同人誌のイラストレーター上がりの女も、小暮遥も。お客様承知いたしました。よろしくお願いいたします。はい、早くアポイントを取って回収してください。はい、お客様、お話を伺ってもよろしいでしょうか。はい、私茂木直子と申します。茂木直子様、そうです。入院券は払っていただいて、私に払っていただいた後に足の券もですよ。足が一番大きな後遺障害の金であって、それを奴らが横領するために下半身カットを出し受けに、その損保ジャパンの認定医がやってるんですから、春日部の。かしこまりました。よろしくお願いいたします。はい、対応させていただきます。払ってくださいね。ちゃんと弁護士が、そちらの社の弁護士が、私に直接アポイントを取ってください。訴状が、告訴状がちゃんとそちら側が応訴していただかないと、先に進まないし、回収はできませんよ。偽物で争うことはできませんから、お願いいたします。おさらいいきます。はいはい。ちなみに、事故の日にちを伺ってもよろしいですか？平成28年12月18日です。平成28年12月28日に。18日。18日でございます。本社の任意保険の契約者は川本和也。OR は、小玉自動車工業に購入して、坂本が加害者請求と被害者請求を自分の嫁でやっていたという実態があります。はいはい、お客様デスクで詳細を配ることができませんので、そちらで、はい、お電話をお忘れいただきます。必ず電話をその